皆さんこんにちは。今回は懐きやすいペットランキングトップ5をご紹介します。親しみやすくて愛情深い性格のペットたちをランキング形式でご紹介します。一緒に癒しの時間を過ごすための素敵なパートナーを見つけましょう。それでは早速始めていきます。ほい。猫が飼い主に懐く理由にはいくつかあります。まず、猫は安心感を求める生き物です。飼い主の存在が彼らにとって安定感をもたらし、新しい環境への適応がしやすくなります。また絆を大切にする性格も持っています。ゆっくりとした接触やお腹を見せる仕草など、飼い主との絆を深めるサインを見せることがあります。さらに食事やケアを提供することで飼い主との結びつきを感じることができるのです。猫が飼い主に懐くための方法もあります。まず、ゆっくりとしたアプローチが大切です。猫は新しい人や環境に対して慎重な傾向があり、急かされると警戒してしまいます。安心できる環境を提供することも重要です。静かな場所や猫が自分のペースで過ごせるスペースを確保しましょう。愛情表現も効果的な方法です。遊んであげたり撫でることで愛情を伝えることができますが、猫が嫌がる仕草を尊重することも忘れずに、一緒に過ごす時間を大切にし、静かな時間や遊びを通じて関係を築くことがポイントです。そして何よりも猫のペースを尊重することが大切です。無理に懐こうとせず、猫が自分から近づいてくるのを待つ姿勢を持つことが絆を深める一歩となるでしょう。4位、モルモット。モルモットは愛らしさと社交的な性格で知られる素敵なペットです。懐きやすい理由を考えると、まず彼らは群れ動物であり、仲間との絆を大切にします。飼い主が仲間として認識されることで深い絆を築くことができます。またモルモットは食事やケアを提供する飼い主を頼りにしており、これが懐きやすい要因の一つです。モルモットとの絆を深めるためには次のポイントが効果的です。まず、安定した環境を提供しましょう。穏やかな場所にケージを置き、急な騒音やストレスを避けます。日々のケアを通じて身体的な触れ合いを増やすことも大切です。モルモットは撫でられることを好む傾向があり、ゆっくりと触れることで信頼関係を築くことができます。食事も懐くためのチャンスです。手で与えることで飼い主の存在とポジティブな結びつきを感じることができます。またコミュニケーションの一環として声をかけることもおすすめです。名前や声を覚えることでモルモットは飼い主との関係性を認識しやすくなります。ただし個体差があるため、モルモットが自分のペースで慣れていくことを尊重することも大切です。無理に懐こうとすると逆効果になることもあります。また飼い主の匂いを身につけることも助けになります。優しさと忍耐強さでモルモットとの信頼関係を築いていくことが深い懐きを生む秘訣です。3位、ケレット。ケレットは陽気で遊び心があり、愛らしい性格が魅力のペットです。彼らが飼い主に懐く理由は社交的な本性と遊び好きな性格によるものです。ケレットは本能的に群れを作る動物であり、飼い主を仲間と認識することで深い絆を築きます。ケレットとの絆を強めるためにはコミュニケーションと共有の時間が重要です。彼らは好奇心旺盛で遊びを楽しむことが大好きです。飼い主との遊びや触れ合いを通じて信頼関係を築くことができます。特にじゃれ合いやおもちゃで遊ぶ時間を設けることが懐く秘訣です。また食事の時間も絆を深めるチャンスです。手でご飯を与えることで飼い主の存在とポジティブな関連付けを行います。声をかけることも大切で、ケレットは声を聞いて飼い主の近くに来ることが多いです。名前で呼んだりおしゃべりを楽しむことでコミュニケーションを強化しましょう。一方でケレットは遊び好きな一方で独立心も持っています。無理に抱っこしたりすると嫌がることもあるため、彼らの気持ちを尊重することも大切です。安定した環境を提供し、優しさと忍耐強さで接することで深い愛情と絆を築いていくことができます。2、ウサギは愛らしさとおおらかな性格で人気のペットです。彼らが飼い主に懐きやすい理由は社交的な性質と繊細さからくるものです。ウサギは群れを作らない動物ですが、飼い主との親密な絆を築くことができます。ウサギと親しくなるためにはゆっくりとしたアプローチが大切です。最初は静かな環境で過ごし、彼らに慣れてもらうことから始めましょう。穏やかな声で話しかけることや手を差し伸べて匂いを嗅がせることでウサギは徐々に飼い主に信頼を寄せていきます。食事の時間も親密さを深めるチャンスです。手でおやつを与えることでウサギは飼い主の存在と良いことの関連付けを行います。ただしウサギは警戒心が強いため、無理に抱き上げたり急に動かすことは避けるべきです。ウサギのペースに合わせて接することが大切です。遊びも絆を築く手段の一つです。おもちゃで遊んだり一緒に広いスペースで走り回ることでウサギは楽しさと安心感を感じるでしょう。また
ブラッシングやお手入れもウサギとの信頼関係を深めるために重要です。飼い主とウサギの絆は時間をかけて育てるものです。忍耐強く、ウサギの特性を理解し、彼らのペースを尊重することで、深い愛情と親しみを築いていくことができます。1. 犬は飼い主に強い絆を築くことができる信頼と愛情豊かなペットです。懐きやすい理由は、彼らの社会的な本能や感情豊かな性格によるものです。犬が飼い主に懐く理由と懐くための方法を説明します。犬は本来群れで生活する動物であり、人間を自身の群れと認識します。そのため、飼い主との絆を築くことで安心感や幸福感を得ることができます。また、犬は感情を豊かに表現し、飼い主に対する愛情を行動で示すことがあります。懐くためには、まず犬とのコミュニケーションを大切にしましょう。声をかける、撫でる、遊ぶなど、犬が喜ぶ行動を通じて信頼関係を築けます。定期的な散歩や運動を通じて犬との絆を深めることも重要です。食事も犬との結びつきを強化するポイントです。手でご飯をあげたり、おやつを与えることで、飼い主とのポジティブな関連づけを行います。ただし、バランスの取れた食事を提供することも忘れずに、犬には一貫したルーティンや訓練を提供することも大切です。一貫性のあるケアと指導は、犬が安定感を得て飼い主に対する信頼を深めます。最も重要なのは、愛情を持って接することです。犬は感情を敏感に感じ取る生き物であり、愛情と思いやりが彼らとの絆を強化します。犬との懐きは時間と努力を要しますが、日々のコミュニケーションと愛情を持って接すれば、深い友情を築くことができます。いかがでしたか？ここまで、懐きやすいペットランキングトップ号をご紹介しました。どのペットも飼い主との絆を深めるために大切な特徴を持っていますね。あなたにぴったりの愛くるしいパートナーが見つかることを願っています。新しい家族との素晴らしい時間をお楽しみください。もしもこの動画が役に立ったり、楽しんでいただけたら、高評価とチャンネルの登録をお願いいたします。ペットランキングでは、様々なペットに関する役立つ情報や楽しいコンテンツをお届けしていますので、ぜひお見逃しなく。ありがとうございました。